皆さん、こんにちは。こんばんは。アスカです。今日は、スーパーマリオメーカーのタスジャンプ講座をやっていきたいと思います。タスジャンプと、最近私やるようになりまして、で、視聴者の方から、タスジャンプって何ですか？タスジャンプってどうやるんですか？という質問を結構いただいたので、今日はタスジャンプ講座を開きたいと思います。では、早速、まず、タスとは？ツールアシステッドスーパープレイの略で、通常の人間のプレイではとても再現できないようなスーパープレイというのがタスですね。で、次に、タスジャンプとは、タスジャンプとは空中で甲羅をマリオの足元へ投げ、その甲羅を踏んでジャンプするということ。スーパープレイですね。早速、やってる動画があるので見てみましょう。2連続です。スローで見てみましょう。まず1回目。何もないところで甲羅を投げて、それに対して乗るというかジャンプですね。今2連続ということですね。今持っていて、この辺から一回左に向いて、すぐ右に向いて投げる。ちょっとアップにしてみました。こんな感じで左向いて、180度回転する感じですね。左側に甲羅があるのに、右に投げてます。で、こんな感じで踏む。はい。はい。では、タスジャンプのやり方ですね。ある程度の速度をつけ、ジャンプして、で一番高くなる手前で、後ろ向き、で、前へ振り向きざまに甲羅を投げる、ということですね。ちょっと文章だとわかりにくいので、コースを作ってみました。タスジャンプ練習場です。ID は概要欄に記載しておきます。はい。こんな感じで、まずバネで、ダッシュをつけます。で、ドアを用意しておいたので何回も練習できるようにしました。で、こんな感じで、練習をしつつ、まずこの矢印を記載しておいたので、飛ぶ位置にもよるんですが、矢印の左側に来たら後ろ向きで、右側に来たら甲羅を投げるというように練習していきましょう。もう練習あるのみですね。で、今、惜しい例ですね。スローモーションです。ジャンプをして、矢印のちょっと左側で、ほら、こんな感じで左を向いてます。で、すぐ右に投げてますよね。で、甲羅とマリオが、ちょっと高さが合ってないんですよ。ずれてますね、こんな感じで。タスの入力は合っていて、で、やるタイミングが合っていないとこうなります。で、入力が早いと甲羅が下に行き、遅いと甲羅が上に行きます。ちょっと失敗例を見てみましょう。惜しい失敗例ですね。こんな感じで。マリオと甲羅が上とか下とかにいる感じですよね。これ下ですね。これちょっと遅いですね。これもちょっと遅いですね。はい。こちらが違う失敗例のスローです。タスの入力が間違っているんですが、タイミングがバッチリバージョンです。横にずれてるのがわかりますね、これは。前に行っちゃってますよね、甲羅が。ちょっとスーパースローで見てみましょう。こんな感じですね。はい。ということで、今日はタス3回のコースの編集が間に合わず、急遽タスジャンプ講座を、作ってみました。本当に申し訳ございません。でも、タスジャンプ講座もいつか、動画アップしたいなと思っていたので、いい機会でした。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。で、明日は
足す3回、先ほど見ていただいたコースをね、アップしますので、楽しみに待っていてください。で、足すはね、本当に難しくて、2000回に1回できたっていう動画を以前私も見たことがあるんですよ。で、私も、もう最近やっとできるようになったので、100発100中ではないので、まだまだ練習の身なので、皆さんと一緒に練習していきたいと思っておりますので、私の作ったタス練習場で、ぜひ、皆さん、練習してみてください。私もね、たまに行き詰まって、やり方がちょっとよくわかんなくなってしまうことが結構あるので、これからも頑張ります。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。それでは、アスカでした。バイバイ。なんか最後のタスできないんだよな。